月曜の朝です。 J リーグ応援部です。お願いします。よいしょ、ナオミルクサットです。よろしくお願いします。ヤビッチ FC、スタジアムさんをね、見せていただいてから直で撮ってる月曜、日曜の夜ということでございますけれどもね、はい、まあ、ACL やら、ユーロやら、コパアメリカやらね、いっぱいあるね。オリンピックも迫ってるというね。そんなんで、ワールドカップ予選もあるよ、決まった組み合わせがあって。何から喋っちゃいます。まあ、でも J リーグ応援部だからね、これね。そうなんですよ、ここはね。まあ、週末の J の話からしていこうじゃないかというね。そうなんですよね。でも、やはりデータマンの先生の目に一番こう、はい、残った今週の J リーグ、どんなシーンでしょうか。いや、そこはね、やっぱ、柏対マリノスにはなるのかなっては。思うんで、先にでもこの試合から僕行きたいのがあるんです。清水対大分見たもんね。見たからね。2人で90分見ましたからね。はい、妹チアラさんとダゾンさんとのね、はい、あのコラボイベントということでやらせていただきましたけれども、音声配信をやらせていただきましたけれどもね。そうなんですよ、結果は 1-0 で清水が逃げ切ったという形でしたね。そうでございました。あの、本当に今良くなってるなって選手の一人が、あの原輝樹選手、はいはいはい、なんですよね。まあ、この日もいわゆる、はい、ゴールも決めてくれたってのもありましたけど、はい、あの、何よりやっぱり原選手といったら、まあ、本当に惜しいところで、あの、東京オリンピックのメンバーには入らなかった。なるほど、そうか、そういうのも入ってるんだもんね、気持ち的にね。そうなんですね。はいはいはい。あの、皆さんちょっと思い出していただきたいのが、はい、あの、6月シリーズってあの代表戦が、まあ、ありましたと。はい。その時に、呼ばれたメンバーの中には、実は原選手入ってなかったんですけど、はいはい。それはなぜかと言われたら、お怪我だったんですよね。あ、なるほど。そうだから、合宿後のオリンピックには間に合うんだけど、はい、合宿には間に合わないってのがあったんです。ちょうど競ってる時に出れなかったっていうことだったんだね。そうなんですよ。なるほど。これ悔しいな。しかもちょうど同じポジションに入ってきたのが、酒井宏樹さんっていう。そうか、ミサイルバックね。そうなんですよね。はいはいはい、はい。で、あと、まあ、マルチポジションで言ったら旗手さんとか古賀さんがいて、右だと菅原さん、橋岡さんもいらっしゃったから、なかなかってので呼ばれなかったけど、これね、マーさんがそれこそ当時言ってくれてたように、はい、ここでそれこそ入らなかった人が、やっぱり後々ワールドカップとかに入ってくる可能性って結構あるよね。なので言うと、原輝樹あるんじゃないかなっていうのがすごくあったので、今なんかね、クロスの質が変わってるんですよ、プロ入りした時とかと比べて。質が変わってる。はあ、そう、はあ、あの、本当いろんな多彩なクロスのなんか角度とか、スピードとか、なんかカーブの描き方とかできるようになってるのもあって、なんかちょっと時代の右サイドバック、やっぱこれも入ってくんじゃないのかなってのが、ちょっとなんか見せてくれたところがあったかなと。なるほど、わかりました。ちょっと気持ちいい、やっぱ確かにね、素人目にもこう、いいクロス上げますよね、この低い、ちょっとこう、キレのいいね。そうなんですよ。中でちょっとあのね、シュートまで行きましたけど、なかなかそれが決まることは今日はなかったですけどね。なかったですけどね。ちなみに原選手はあのセンターフォワードとゴールキーパーが全部できますんで。はい、そうなんですか。すごい。すごいからね、楽しみな選手でございます。なるほど、なるほど。はい。で、さっきちょっと言ったけど、やっぱり、柏マリノスの話はやっぱ避けては通れないですよね。これだってマルコスがね、早い時間に退場になっちゃった上で、勝ったんですもんね、そうなんですよ。これはすごい感じさせないようなね。そうなんですよ。ちょっとまあ、柏側ではそのね、マルコス選手のタックルも負けて、神谷選手がお怪我されてしまったので、ああ、そっかそっかそっか、はいはい。そうなんですよ。大きいことは言えないんですけど、ただね、見て、この試合見てる限りでちょっと思ったのが、はい、これね、ヤベースタでも黒木ひかりさんおっしゃってましたけど、大前のね、はい、この日またプレスバックの質が高すぎるんですよ。はいはいはい、ちょっと僕感じてるのが、マルコスさんが、あ、そういう感じ、俺もやってみよう、あ、なるほどね、っていう相乗効果、あ、その結果ちょっと無理なタックルになっちゃったのかな、そう、強すぎちゃったっていう、はいはいはい、強度もね、あ、そう、慣れないことをやるぐらい、やりたくなっちゃうぐらい、大前の背中がやっぱり馬のように追いかけてましたもんね。そうなんですよね。ですよね。で、そこでね、やっぱりあの黒木さんもおっしゃってましたけど、あの、その代わりに、じゃあ、やっぱ前田選手が2人分なんてテロップとかも出てましたが、まさに後半も大前さんの、そのね、2人分ぐらいの形の活躍が光りまして。ね、結構ほぼ1ゴール1アシスト。要は前から引っ掛けたゴールは退場の後ってことですよね。そうなんですよ、ね。金選手のね。あれって、要はだって、パス出す先を埋めてるからこそなるシーンじゃないですか、本来。
そうですね。20人になったってことはトップの数減らしてるわけじゃないですか、前線のプレスの数は。そうですね。なのにああなるってちょっとすごいですね。なんでちょっと僕、ね、その分ちょっと駿恭選手になんか余裕が生まれた分もあったんでしょうかね、ちょっと。多分予想より怖いんだと思うんですよ、僕らが見るよりは。これなんかどなたかが確かプロの方つぶやかれてたんですけど、多分あのファンの皆さんが思ってるより大前さんのスピードはやばいですみたいなこと誰か書いて書かれてたんですよ。なるほどね。あのよく教習所でやりましたよね。あのバイクは意外と早く来るから注意してくださいって。いやでもそういうことでしょう。カブだと思ったらね、7班のこともあるからね、距離間違ってるからみたいなね。なんかそういう独特のこう、人と違うところがあるんでしょうね。おそらくね。ぐんと伸びてくる感じとかね。そうなんですよ。あとはちょっとさ、自分で変化つける走り方とかなんじゃないの。あるね。間に合わないけど全力で走ってるよって見せといて、ぐんって伸ばすなんか持ってんじゃないの。いや、そうかもしれない。全力のその先を持ってんじゃないの。全力のその先。いいワードですね。なんかそういうなんか走りながらフェイントかけてるのはと思うんだよね。あ、いいですってことね。いや、ちょっとまずここね、僕ね、その、大前さんのそのプレスバックの質とか、はい、そのプレッシングの質とか、はい、ちょっと動画化してみたいなって今思ってるんですよね。だから個人戦術動画、久しぶりに。なるほど。やってみようかなと思うんで、ぜひ。ちょっと解き明かしてくださいよ、先生。ちょっと逆かしこまりましたよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、嬉しそうですね、いつもね。やったーって感じです。ありがとうございます。はい、ただね、ちょっと聞いてよ、皆様さん。何、はい、でしょうか。ちょっとこの人、先ほどね、その神谷選手って話もしたんだけど、ちょっとね、今節は大変な節になっちゃって、はい、お怪我が多くて。神谷選手もね、そうでしたし。そうなんです。あと他にもマリノスで畑中選手なんかもそうだったのと、そうでしたね、途中で変わってましたけどね。うん、あとは神戸。アイニエスタ選手もね、そうなんだってね。そうなんですよ。イニとあと実はゴールキーパーの前川選手。うん、ああ、そう。でセンターバックの菊池龍歩選手。あらら。あら。あと高家選手もそうだったんですよ。あらあら。だから。うん、なんか、まことしやかに言われてた、藤本選手の移籍の話とか、移籍あるんじゃないとかあったじゃないですか。ちょっとチラッとチラッと。僕ね、そういう意味も含めてなくなったんじゃないかなって、この試合見ても、ちょっと思うぐらいで。神戸に必要なキャストに。だって、ともすれば4人離脱するんですよ。ああ、そうですか。なるほどね。手のもあるから、もしかしたらな、なんてのも。藤本選手いなくなったらじゃあ誰が出んのって話にもやっぱなっちゃうんで、もちろん若手もいるけどさ、多分ないんじゃないかなってちょっと思ったよ、ね、なんでこんな怪我が多くなってきちゃってるんですね。別に日程がそこまで今きついわけじゃないですか。ですが、まさですか、はい、実はね、はいはいはい、なんかまだなんか、ね、そう、ただね、もうシーズン半分終わったんですよ。はい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 。だから、通常普通に、累積疲労じゃないかなって、うん。なるほどね。そういうことよね。ああ、ちょうどここでね、夏の強度も相まって。そうなんですよ。相まって。なるほど。実はこの日ね、神戸戦と神戸 VS 湘南なんかもありましたけど、湘南側にゴールキーパー、谷晃生選手いなかったんですよ。ああ、そう。で、はい、結果体調不良ってことではあって、はいはいはい、大丈夫だったんですけど、うん、要はね、もしこの日出して、体調不良の中、無理して出して、オリンピックダメでしたってなったら、それは誰も納得しないし、そういうのも起きたのかなぁなんて思っていて。まあ、富井選手がね、頑張ってらっしゃったけど、まあ、この日はちょっと神戸がね、あまりにも熱のある攻撃をちょっと続けて、3点取ってましたが、そんなことがありましたね。なるほどね。あと今日、この節では、3人か。まずは広島の川辺選手、はい、そして ジュビロ磐田の伊藤洋輝選手が、そうだ、旅立ちました。旅立って、2人とも泣きながらのね、会見というか、皆さんに対してこう頑張ってきますって感じたところで、いい挨拶でしたね、川辺選手の見ましたけどね。そうなんですよね。川辺選手、もともとこう、そうなんですよ。なんか、もともと言ってたのも、最初ほら、広島でその下部組織からこう上がトップチーム上がってってなったじゃないですか。はい、なんだけど、そのジュビロ磐田に、まあ、レンタルで移籍するわけです。はいはい。しかも珍しいのが、レンタルで3年も行ったわけですよ。よくあるのが、レンタルでそんな行く選手って、やっぱそっちにそのまま完全回答になる可能性が高い。まあね、確かに、はいはい。ただね、彼、本当やりたいことが3つあったんですよ。はい。1個はもちろん日本代表になることなんですが、青山選手に勝ちたいっていうところ、一緒にこう戦って、なるほどね、そうそう、なんか自分が追いつき追い越したいというね。そうなんですよ。はい、
で、それでいて海外にも行ってみたいっていう、なんかある意味、こう、すべてをこう、なんか出し遂げたじゃないけど、達成されたんだなって思う、ちょっと感慨深いなってのがしっかり積んできた感じがね、しますし、あの日の広島はあれですね、赤いユニフォーム。そうでしたね。で戦いました。去年も赤白でしたけど、あんながっちり上が赤で下が白、去年と逆で、まさに広島カープ的な。そうですよね。ね。で、時を同じくして、野球のニュース見てたら、広島カープが紫のユニフォームで戦ってるんですよ。あら。あらと思って、あれ真逆。私の目が正しければ、こんな粋なことをやっているのと思って。面白いっすね。面白かったですね、非常に。そういうことですよね。多分そうでしょう。中に書いてあったわけじゃないんだけど、多分そうでしょう。素敵ですね、あれね。素敵ですね。なるほどね。そうだったんだ。ね。面白い取り組みなんかやられてるってやっぱいいですね。はい。はい、あと、プラスその遺跡っていうところで言うと、もう一人実は。はい、はい。ブラブリッツ秋田 J2 ですね、うんうん、の鈴木純也選手が実は秋田ラストゲームとなりました。はい。この7月からね、FC 東京行きますけど、ね、まあ最終戦でなんと、まあ2アシスト。はい。記録して終わるっていう。なるほど。すごいですね。実は J3、昨年の J3 時代よりもなんとアシスト数増やすっていう。信じられませんよね、カテゴリー上げたのにもかかわらず。しかもね、この半分のシーズンでね。そうなんだ。なんか年間10アシストいっておかしくないレベルですから、ちょっと東京での活躍もちょっと見たいなと思っていただきたい。移動する人もね、移動といえば、松本、はい、ね、初勝利、ホームでアルウィンで、ベルギーに勝ちました、七海監督ですね。七海監督ね。でもやっぱり、まあ、エース、坂野さんがね、背負って見事なシュートをスポット入れた時に、こう、やっぱりこう、輪ができる七海さんの周りにあの雰囲気の良さね。なんかチームが出来上がってるっていうか、チーム七海になりましたよね、松本が。そうですね、やっぱあれ、あの辺がやっぱ求心力といいますか、有名人ということももちろんありますし、はい、やっぱ言葉を早く伝えてるんですね、チームにね。いや、そうですね。あとね、実は届いてる感じがしましたね、あれ、輪になって。はい、私、見る若リスナーの方に、はい、ちょっとこの試合のことでちょっと教えていただいたことがあるんですけど、夜な夜なね、配信でいろいろ取材してますもんね。ありがとうございます。の方にもね、そうなんですよ。はいはい、いわゆるその日、おそらくは、行かれてた方なんですけど、観戦に。七海さんがすごい。はい、何がすごいって、はい、その戦術とかに関してはちょっと自分はあまりわからないんだけど、断るごとに選手呼んでた。呼んでた。うん、ほんほんほん試合中に？そう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 、うん、ただ前選手だったりとか、うん、星選手だったりだとか、うん、ちょいちょい呼んで、うん、ここはこうだからってことだと思うんだけど、なんか話しかけて、いろんな、本当多分自信つけてるのか分かんないけど、いろんな話をしていたの、うん、はい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 、でベンチの選手たちにもたくさん声掛けをしていたの。だからなんか自信もつけられたのかもしれないし、うん、なんかコミュニケーションがすごい出来上がってる気がする。なるほどね、うん、コミュニケーションが出来上がってるってまさにそれね、感じちゃいましたね。そうなんですよね。この日、他の試合で負けてしまったっていうのもあったけど、うん、大宮の下田監督なんかもそうやって声掛けすごい量多いんです。はいはいはい、はい。なんかやっぱ自信与えるってなんか、そういう感じになってきてる、ね。やっぱジュビロでやってた時とまたちょっと一つやり方足したり、引いたりなんかしながらそうやって、名監督の道をね、やって行かれるんでしょうね。ちょっと長期政権になったらいいななんて思ってね。思いますよね。期待しちゃいますけどね。またちょっと楽しみが。後半。はい。増えたななんて思ってますけどね。思いますね。あと同じく J2 でもちょっとすごいなと思うのがいくつかありまして、長崎が京都に勝ち、あと大宮ね、その山形が勝ったりとかあるんですが、長崎と山形もやっぱり監督交代組なんですよ。そっか。そうなの。ただね、はい、負けてないんですよ、ほとんど。この2チーム、監督交代してから。ね。やっぱりだからクラモフスキー監督も、うん、あと松田監督もそれぞれ山形と長崎と、うん、やっぱこうチーム何かこう変えてなんかいい流れになってきてんだろうなと思うから、監督交代っていうのはね、大体勝ちますもんね、やっぱね。そうなんですよね。ちょっとここら辺のチームもなんか別途僕やっぱ見る分かりちょっと動画にしたいなと思う。やっぱ健全な競争がもう一回生まれて、ゼロからのね、うん、やっぱだから競争って大事なんですね。ですね。監督一緒でそれなんでできない、やっぱ変えるしかないんでしょうね。でしょうね。でもやっぱ、ね、明日から僕は僕じゃないと思ってくださいっていう指導はできないいや、どうなんでしょう。ただやっぱフォーメーションとか変わってるんですよ。はいはいはい、はい。そういうやっぱ立ち位置違わせるだけでなんか変わるものもあるのかな、なんて。面白いもんですね。あとそんなところでもう一つちょっと、これマーさん、皆さんちょっと伝えたいのがあって、はいはい、驚きだったのがね、はい、金沢琉球戦があったんですけど、うん、我らがミルアカファミリー、うん、ケータ田中、はいはいはい、
なんと、うん、この日、お休み、うん。お休み。あら、珍しい。ベンチにもいなかったんですよ。昨日のレギュラー。あれ？お休み。多分これだからあれ、先ほどちょっと序盤で話した、金属疲労的なことじゃないかと思っていて。一回あえて休ましたってことですかね。そうなんですよ。それともちょっと大きめのロケに行ってるんですかね。どっちかな？いや、待て。そうですか。そうなんですよ。あの、実は金沢の方でも、センターバック石尾選手、はい、まあ、ちょっと前回、前半で途中交代だったから、もしかしたらそういうのもあったかもしれないけど、はい、やっぱ、その、金沢の石尾選手さんも去年もほぼずっと出てたし、やっぱ田中圭太選手もほぼずっと出てる選手なので、はいはいはい、どっかでちょっと休み与えないと。それはありますよね。大怪我されては困るってのもあるし、はいはいはい、大事な選手ならゆえにね。そうなんですよ。で、琉球はゴールキーパーのね、田口選手だったりトップ下の池田選手がちょっと今、はい、お怪我で全治3ヶ月とかになっちゃってますから、そこで圭太田中までってなると困るってのも、こっからやっぱりね、昇格レース本番がやってくるわけですから。そうなのよ、そうなのよ。そんなとこもあったのかな、なるほどね、思いました。これ J1 もそうです、 J2 もこれ4つ落ちるってなるわけですから、もうそれがもう後半戦は現実味を帯びてくるわけじゃないですか。いや怖いね。これだから毎節毎節ドキドキと言いますか、ドキアンドドキですよ。例年にない、去年は、まあそのリーグを続けるという意味でね、なんかあれでしたけど、今年は本当シビアな、いや本当ですね、昇格&残留のこれが待ってるということで、待ってますからね、殺伐としたと言いますか、なんか熱い後半になってくるんじゃないかなというふうにね、間違いなと思いますね。それがまあ面白いってことですけども、そうですね、その意味で言ったらまさ、あの群雄割拠オブ群雄割拠ですね、はいはい、そうそうだね、 J の3なのよ、 J の3、はい、ここはあの降格こそありませんけどもね。そうですね、ただですね、序盤戦なりを潜めていたあのチーム、はい、FC 長野パルセイロ、ついにもう遅すぎたかもしれませんっていうぐらいですけどもね、こう J2 への扉をね、はい、開く時が、そうなんですよ、毎週言ってますけど、はい、あの九段のあの川ね、激闘川崎戦天皇杯、うん、やって以降なんと4連勝です、うん、いやー本当ですね、うん、しかもこの日は首位岐阜相手に勝っちゃったと、うんうんうん、まあ、本来は今年はねチャンピオン争いしてなきゃあの困るチームですけども、そうなんですよ、ね、去年のそうなんですよ、やっと眠れる獅子を川崎が起こしたと、そうなんですよ、うんうんうん、1勝5敗3分けから、うん、5勝5分け3敗まで来ました、うん、一気に、ね、すごいなすごいことなんですよ、ガンと戻してきましたね、うん、で現在一応ねこの14節か終了時点では1位岐阜なんですが、はい、実はあの今週末今度岐阜終わりなんですよ、あの岐阜は試合ないんですよ、お休み、はい、お休み奇数ですからね、そうチーム、そうなんです、うん、そうなんですよ、なんで、今2位富山が勝ち点1勝、うん、で勝ち点2差で熊本と宮崎と福島がいてって状況なんで、はい、そうその辺もね、そうなんで、ね、いやばい、まだ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 分かんないのよねそうなんです、だから7位長野までが勝ち点5差の中にいるんだけど、長野が実質勝ったらいわゆる2差まで詰める状態になるので、これはもう、うん、やばいねという、そんな感じに今なって、初の J2 っていうチームがね見えてきてますよね、富山もそうですかも分かんないし、うん、ね、いや本当本当本当楽しみですね。まあライセンスもいろいろあるからあれでしょうけどね。そうですね。はいはいはい、これは楽しみでございます。はい。はい、そしてまず、あ、国連によってね、J2 も、うん、まあ J3 あと1試合残ってますけど、うん、あのこれでもうほぼ全リーグ半分終わったんですよ。はいはいはい。J 全体の消化率だったらもう 50. 点何パーセントになっちゃって。ああ、なるほど、折り返しましたか。はい。なんで、はい、今日のあの夜あのマンデーライブありますけど。うん、あのそこでは、うん、あれをちょっとこんな企画を私やってみようと思うんです。お、はい、夜の生ライブ、はい、はい、半分終わりましたね J リーグ、うん、ハーフ表彰式なるほど、あのデータで選出のねアワードじゃなくて、はい、そう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 、中間発表みたいなことです、ね、中間発表ちょっとやってみようかなと思うんですよ。これは何、個人のチームの個人票でやってみよう、個人賞でやってみようかなと思います。得点王とか、そう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 、いいですね、うん、なるほど、わかりました。やっぱりだってまず今さ、その代表戦があってほら、うん、なんかリーグ戦ちょっと中断したりとかもあったし、うん、そうね、ACL だコパだユーロだなんかいろいろあるから、ちょっと意識散ってるからね、一回ちょっと後半の J リーグどう見たらいいのかとかっていうのね、そうなんです、もちろん移籍もいいんだけど、そう、ここまでのねしっかり一回まとめ直そうぜっていうことをやってみようかな、楽しみですね、思っております。皆さんぜひよろしくお願いします。夜9時からやりますね、生配信で、はい、よろしくお願いします。コメントも引っ込んでください。はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどですね。はい。だまた今週もね、いっぱいいろんなオリンピックもそうですけど、まあ、J もね、前半戦終わるというか、今週末の試合やったら、うん、J1、J3 はもうしばらく1ヶ月くらいお休みですから。ああ、そっか。どういう週なんだろう、今日、今週でユーロも終わるのかな？今週でほぼそうですね、ユーロ終わりますね。ああ、そっか。そうなんです。ユーロも終わるし、あと ACL のグループステージも終わります。うん、ああ、そっか。じゃあ、J1、J3 も終わります。なるほど。睡眠不足な人たちも、うん、もうちょっと。終わるということですね。そうです、うんうんうん。ちなみに来週の月曜日、7月12日は、うんうん、東京オリンピック世代の、U24 日本代表のオリンピック直前強化試合ホンジュラス戦なんかもあったりするんですよ、ね。まあ、ついにね。あ、そうなんです。ちょっと懐かしいな、あの代表戦を毎日見れてた、毎日というかね、一日おきで見れてた。そこがまたやってくるので、だ実質実はですね、マサ。あのオリンピック世代と、あとトレーニングキャンプとメンバーとして6人ほど、パリ世代の選手が6人選ばれてるんですけど、もう合宿始まっちゃったので、次節出れません、みんな。J リーグにはね。J リーグ出れませんので。はい、なるほど。これ、そっか。宇宙でサッカー見てないと、それは7月になっちゃうわけだね。なっちゃうよ。まあいいですね、こんなのもいいです、うん、すごいね。すぐまたサッカーの月になるからね。頑張ってみて、延長まで、ああ、PK かっつったらね、ユーロでね、PK 始まって寝てんだもん、俺、うん。何をやってんだよ、というね。いや、そういうことです。止めたー、勝ちましたー、スペインってなってる時に起きたりしてな、俺は何やってんだよっていうね。ねえ、いやいや、楽しいね。ほんと好きですけれども、また皆さん。楽しみましょうね、はい、ゆっくりね。楽しみましょう。いや、ぐっすり、ゆっくり。楽しみましょう。はい。楽しみましょう。ということで、J リーグ応援部。まあ、もう J リーグだけに限られませんけどね。もうサッカー応援部ですね。まずはもう ACL から、イエスイエス。頂点取っていただきたいなと思いますんでね。はい、わかりました。ということで、お送りしてまいりました。今週もよろしくお願いします。夜は21時間ライブ配信でございます。よろしくでーす。はい、毎日動画します。ぜひね、チャンネル登録、高評価ボタンで応援していただきたいと思います。思います。それでは、井上まあでございました。ノーミルク佐藤でした。先生の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では、夜にね、どうもー。